プログレス M-15M はロシア連邦宇宙局が2012年に国際宇宙ステーションの補給のために打ち上げたプログレス補給船。NASA や JAXA ではプログレス47、47P とも呼ばれる。プログレス M の11回百1 5 a 6 0型としては15機目であり、シリアル番号は415番であった。4月下旬に ISS に到着し、 第30次長期滞在のクルーに補給を行い、7月に ISS から離脱した。ISS への打ち上げとしては122機目であり、2012年にロシアが打ち上げた宇宙機としては5機目、ロシアの2012年のソユーズロケット系統の打ち上げとしては2回目であった。ISS に近接する M-15M の取る制御系のデータを監視するシュカプレロフ、 この年古両宇宙飛行士宇宙機は2012年4月20日12時50分24秒にバイコヌール宇宙基地からソユーズ U で打ち上げられた。打ち上げ10分後、ソユーズ U は M-15M の軌道への投入に成功し補給ミッションを開始した。M-15M は 近点 193.68km、遠点 256.52km、軌道傾斜角51.63度の軌道に投入された。4月22日にランデブー操作を開始するまでに、プログレス M-15M の軌道補正に5回の制御噴射が行われた。その後、4月22日の14時39分に、ISS のピアーステンテイポートにドッキングした。 このドッキングポートは4月19日までプログレス M-14M が接続していた。M-15M は軌道の日没に ISS と接続するようにクルスドッキングシステムによる自動ランデブーで運行された。ドッキングは中国上空 400km ほどの位置で行われた。ドッキング数分後に ISS への固定のため止め金と掛け金がかけられた。 後日第30時長期滞在のクルーがハッチを明けプログレス内に入っている。M-15M は3ヶ月間 ISS とドッキングを継続し、ドッキング中貨物が降ろされ、廃棄する不要品が詰められた。これらのプログレスの通常業務の完了後、プログレスは改良型クルスドッキングシステムの試験が行われた。クルスはプログレスのステーションへの自動ランデブーと、 ドッキングに使われるシステムであり、プログレス M-15M にはこれまでのクルス A アンテナに加えて、クルスナと呼ばれる新しいアンテナが取り付けられた。新しいクルスナ系が失敗した場合に、プログレスの貨物が無駄にならないことを目的に、最初のプログレス M-15M のドッキングは、伝統的なクルス A によって行われた。クルスナは、クルス A より、電力効率が良くなっており、 さらに既存の5機のクルス A アンテナの能力を1機のアンテナで置き換えることができるため将来の改良で4機のアンテナを取り除くことが可能であった。これらのアンテナの削減は打ち上げ後の全アンテナ展開や展開後も1機がドッキング前にドッキング部の全面の拡張のために引き込まれるという複雑なシステムによるドッキング失敗のリスクを軽減するとされた。 2012年7月22日プログレス M-15M はピアースモジュールからドッキングを解除し新しいクルスナ誘導アンテナの試験のために2日後に再ランデブーの実行を試みたピアースからのドッキング解除は20時27分頃に行われたドッキング解除はモンゴル東部上空 362km ほどの位置で行われた サイドッキングは7月24日1時57分に計画されていたが、プログレス搭載装置の自動試験の失敗によって中止された。問題は、クルスナシステムが作動開始していた1時23分頃に発生した。この問題によってプログレスは安全規定に基づいて設計された受動停止モードに入った。中止時。 プログレスと ISS は 14km ほど離れた位置を飛行していた。中止後、2つの軌道に対して、ロシア飛行管制は情報収集のために自動ランデブー系を再稼働するように命令を行った。2度目のサイドッキング試験は ISS に27日に到着するコウノトリ3号機との競合のために28日まで遅れた。ランデブー中止の原因としては、 プログレス M-15M が予想温度よりも低かったことが指摘される。問題の解決策として、ロシア技術者はプログレスで利用可能なすべての暖房器具を入れ、これによって M-15M の温度は22度に保たれ、クルスナの作動に成功し、2回目のドッキングが可能になった。クルスナは7月28日の23時ちょうどに作動に成功し、 ISS のズベズダモジュールの受動式クルス P をロックオンした。再ランデブー、ISS を一周、ドッキングの一連の動作は7月29日の1時、ゴロに成功した。ドッキング時、ISS とプログレスは地球のニューギニア西部上空を飛行していた。2012年7月30日のプログレス M-15。 M の ISS からの離脱7月30日21時16分、プログレス M-15M は ISS から2度目の離脱を行った。その後、ISS 周辺から離脱したが、実験を行うために、軌道上に残った。プログレス M-15M は8月6日から14日にかけて、クリパーシュカ実験、8月15日から20日にかけて、 レーダープログレスの2つの実験を行った。レーダープログレス実験の完了後、プログレス M-15M は軌道を離脱し、太平洋上で大気圏に再突入し、破棄された。プログレス M-15M は、ドライカーゴ2 2 3 0ラム程度の装置類、食料、衣類、生命維持系装置などが積まれ、それ以外の貨物として9 0 0ラム程度の補充用。 燃料燃料とロシア制御スラスタ用燃料 420kg 程度の水 50kg 程度の酸素などの機体が搭載されていた。貨物には6月21日に54歳の誕生日を迎えるロシアのゲンナジーパダルカ飛行士向けのプレゼントも搭載されていた。ありがとうございます。